はい、今日はクリスマスのオーナメントを作りたいと思います。まず8枚の正方形の紙を用意してください。そしたらね、じゃあまずどんどん持っていきたいと思います。じゃあまずこちらの紙を三角形に折ります。三角形に折って、広げたら折り目に沿って、なんか紙固い、はい、折ります。しっかり後つけてね。でこっちも同じように折ります。はい、じゃあここまでできたら、次はこっち側も同じように折ります。はい、はい、できました。じゃあできたら次は、こっちね、こっち側にちょっと折り目をつけます。こういうここを斜めに折って折り目をしっかりねつけて、こっちも斜めに折って折り目をしっかりつける。斜めの線はに合わせてね、折ってくださいね。はい、折り目がつきました。じゃあこれ本当はね、裏に折り返すんで、裏にもちゃんと折り目つけておきましょう。はい、そうしたらこれをかぶせ折りっていう折り方します。まずこっちにこういう、こうやって曲げてください。こうやって曲げる、こうやって曲げて、こっちに折りたたむようにして、こっちに折りたたんでいくと、はい、こういう形になりました。うんね、よいしょ、はい、はい、こういう尖った形になりました。こういう形、うん、こういう折り曲げ、かぶせ折りをしてください。これで1個もうパーツの出来上がりです。これを残り、残り8枚、あ、残り7枚全部折っていきます。はい、パーツが全部出来上がりました。はい、次はこのパーツを全部組み立てていきます。糊を使います。そしたらこの短い方のね、短い方の先っちょにちょっと糊をつけて、たらこの長い方のこの下から差し込みます。こうやって差し込む。でくっつけたら、はい、ピッピッピッ、はい、次も、うん、のりをつけて、
に差し込む。はい、全部ね、こうやって糊をつけて差し込んでっちゃいます。先っちょに糊、ね、つけて、で最後にね、ちゃんと調整するんで、全部ねしっかりつけちゃうと後で調整ができなくなっちゃうんで、入らない、よいしょ、はい、はい、でこのままちょっと糊が固まるのを待ちます。はい、固まりました。はい、完成。じゃこれでオーナメントの出来上がり。はい、じゃあこれにね紐をつけてオーナメントにしたいと思います。ここら辺でいいかな穴を開けて紐を通しましょう。はい、はい、オーナメントの出来上がり。よし。